竹富町、竹富町は、沖縄県八重山郡の町、八重山諸島のうち、入表島、竹富島、小浜島、黒島、黒島波照間島、鳩間島、新白島、湯布島の有人島と、その周囲にある中の上島などの無人島からなり、石垣島、与那国島、尖閣諸島は含まない。竹富町役場は、町外の石垣島、石垣市にある。 町内の各島への航路は、基本的に石垣島を起点としており、各島間を相互に連絡する航路は、ほとんどないためである。役場がその町村の区域外に位置する町村は、竹富町以外には、鹿児島県の豊島村、三島村の二村しかない。一時及び、集落の一覧、入表島には中学校二校、小学校四校、小中平地校二校がある。 竹富島、黒島、小浜島、波照間島、鳩間島に各一行の小中平地港がある。町内に高校はない。主に石垣港から各島へ高速旅客船や価客船、フェリーが就航している。八重山観光フェリー、安栄観光、石垣島ドリーム観光の各社が就航。また、入り表島の他の地域と道路でつながっていない。 船浮集落へは、白浜港から船便、船浮海運がある。括弧内は通称、オフした港には定期航路が就航していない。竹富町は、沖縄県内では、南北大東島と共に、電話の自動ダイヤル化が最も遅れた地域である。1979年、全世帯が即時通話モードとなった。当初、 市街局番は竹富島098094、小浜島098093、黒島098092、入表島、東部098095、入表島西部、鳩間島098096、波照馬島098098と島ごとに異なり、さらに、入表島は、東部と西部に分かれており、町内に6つの市街局番が存在していた。内でも、島外、入表島は、 東部と西部総合間も含むへ電話をかけるときは、外局番からダイヤルする必要があった。1983年、先に石垣島と統一した与那国島と合わせて、まずは竹富島が石垣島と同じ09808に市外局番を変更し、次に残る町内すべてが同じ市外局番に統一した。加入数が少なく番号の飽和などの逼迫した。 事情もないことから、市内局番は秋局番だった。5、竹富町の統一局番とし、これまでの市外局番の末尾数字を市内局番の後に続く4桁の電話番号の数字としたことから、市外局番で行っていた町内の島の区別は、市内局番に続く4桁の電話番号の最上位の1桁で分かるようになった。これにより、市外局番から10桁をダイヤルしなければいけなかった。 町内各闘争互換などへのダイヤルが 5xxxx の5桁で済むこととなったほか同じ市外局番となった石垣市や与那国町へも5桁ダイヤルで済むことになり利便性が向上した。1990年代に入るとインターネットなど通信の多様化に伴い利用される電話番号が増加したため5の他に空き番号だった4も 市内局番に利用されるようになった。2002年12月には NTT 以外の電話会社の新規参入を促すため市内局番の二桁かがきとされ市外局番を0980年末日の8を市内局番の頭番号としたことから町内の市内局番は84または85となった。ゆ貯銀行 ATM は 鳩とま郵便局を除く各局に設置されている。なお、ホリデーサービスは各局とも実施されていない、2010年4月時点。かつては島ごと、入表島は、東部と西部に、周波郵便局があったため、郵便番号も5桁時代から島ごとに異なっていた。なお、現在は、石垣市にある、八重山郵便局が周波を担当しており、町内に周波郵便局はない。 島ごとの郵便番号は以下の通り、括弧内は現在の郵便番号。竹富町が運営する竹富町ブロードバンドサービスが加入者系無線アクセスシステムを利用して高速インターネットサービスを提供している。町内ではテレビラジオとも石垣島に近い竹富島、小浜島、黒島、入表島東,東部が石垣島にある石垣中継局を受信。 また、石垣島から離れている、ハテルマ島も間には、海しかなく電波障害になるものがなため、道中継局を受信している。一方、西表島西部と鳩マ島は、東部と間に高い山があるのと、石垣島から遠いため、テレビラジオも、良好に受信できないため、西部の祖内に中継局が置かれており、そこから受信している。道中継局は、 与那国島への電波を送る役割も同時に果たしている。またごく稀だがテレビでは、石垣島北部のカビラテレビ中継局を受信しているところもある。なお、中波、AM 放送は夜間になると、日本国外、中国、台湾、朝鮮半島などとの懇親により、受信困難であるため、NHK は、備えテレビ中継局、民放は、石垣、 ソナイ両中継局で超短波 FM 派にを放送を行っている。中波ラジオ放送の中継局を FM で放送を行うのは沖縄県内では初の事例となった。1967年沖縄放送協会 OK によって放送が開始され、1972年の本土復帰と同時に NHK 沖縄放送局に引き継がれた。ただし、 沖縄本島とは放送内容が異なっていた。1976年、沖縄本島や本土と同時放送となると同時に教育テレビの放送が開始され、これまでのチャンネルは総合テレビとなった。1993年、民放の琉球放送、RBC と沖縄テレビ、オットーブの放送が開始された。一方、琉球朝日放送、 コップは1995年に開局後も、町内を含め、先島諸島では、アナログ放送の中継局が設置されなかっため受信は、不可能だった。2006年に、沖縄県内で開始された地上デジタルテレビジョン、放送は、町内の多くが受信する石垣中継局で2008年12月、西表島西部や鳩馬島を対象地域とする。 ソナイ中継局は2009年4月にそれぞれ NK のみ開局し、民放各局はいずれも2009年10月に開局。アナログ放送では未開局だったコップもデジタル新局として放送を開始された。NHK は1972年の本土復帰に合わせてラジオ放送を再開し、ラジオ第一放送とラジオ第二放送の中継局を 石垣島に開設したことから、町内からはこれを受信した。また、テレビの同時放送が始まった1976年には、FM 放送も開始された。しかし、西表島西部では夜間になると、日本国外の放送との渾身により、AM ラジオ放送の聴取が困難になることから、1991年に、同島を中心に発生した、群発地震を契機として、 同年、災害対策の観点から、同東西部の備えに、ラジオ第一放送の2003年には、ラジオ第二放送の中継局を渾身の少ない FM で開局した。民放は、復帰前の1964年に、琉球放送 RBGI ラジオが宮古島に中継局を開設したことから、町内からはこれを受信していたが、2004年に、 琉球放送とラジオ沖縄、ロックが FM による中継局を石島と入レ表島に開局した。このほか、2007年に石垣市で開局したコミュニティ FM、石垣コミュニティ FM、FM 石垣、33ラジオは町内の一部、入り表島東部までを放送エリに含んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。